第1回は生まれは日本、育ちは香港、香港在住歴40年の日本語がちょっとおかしな健太がお送りする香港健太チャンネルです。では早速やっていきましょう。さあ本日3月8日水曜日です。現在時刻6時46分です。本日最高気温25度、最低気温17度で晴れ時々曇りです。降水確率は 10% 以下なので、まあ、傘を持ち歩く必要はないかと思います。以上天気予報でした。続きましてコロナ感染者数やっていきたいと思います。昨日の国内での感染者数は47名でした。またコロナによる死者は0名です。続きましてワクチン接種者の数やっていきたいと思います。1回目のワクチン接種完了したのが691万4241人、人口の 94.6%。 2度目のワクチン接種完了しているのが679万7000トンで43人、人口の 93.1%。 3度目のワクチン接種完了しているのが584万4831人、人口の 83.9%。 4度目のワクチン接種完了しているのが108万9532人です。香港の人口は730万人程度です。続きましてビットコインの価格やっていきたいと思います。現在時刻6時52分です。ビットコインの価格は22,130ドル23セントでした。さあ今日もゆるっとニュースやっていきたいと思います。まあコメントでねいただいてたね、ダースユーヤンについて、話してほしいということだったので、それについて話していきたいと思います。いや本当コメントありがとうございます。ユーミーヤミーさんっていう方からですね、いただいてたんですが、なんかスリッパおばさんにね、観光に来てる人向けに話してもらえたらということだったので、まあ、ちょっとね、歴史から、歴史っていうほど詳しくは話せないんですけど、私もまずね、まあ私自身ね香港に40何年住んでるんですが、なんかやってるなぐらいな感じで、子供の頃からねずっとあるものなので、まあ、いつもの場所でいつも通りスリッパパンパンしながらおばさんがなんか呪文のようなものを唱えてるなぐらいにしか思ってなかったので、去年でね私44歳になったんですけど、そう昨日初めて、これについて調べたっていうね、なんともお粗末な状態なんで、情報としてはかなり浅く、まあ、全然勉強足りてないかもしれませんが、ちょっと話していきたいと思います。ということでですね、これはですね、中国の伝統的な民族文化の一つで、春節や中秋節などに、祭りで行われる遊びの一つだったんですね。小さい小人の、まあ、紙、人型のね、紙をね、切り出して、槍や棒で打ち、邪悪な魔物を退治するという遊びだったらしいです。そう、最近ではね、スリッパとかで、スリッパとか靴とかね、で叩いてるっていうのがね、まあ一般的になってます。で、ダースユヤンは、まあ打つ小人って書くんですけど、ダークアイとか、要は鬼を叩くとかですね、まあその、形式はね、地域によってちょっとずつ違うみたいです。香港の場合はね、なんか打ってる最中にダーオッコアイとかフォットウヤって言いながら打つらしいです。これはですね、ダーオッコアイっていうのは打つ鬼ですね悪の鬼ですかね。でフォットウヤンっていうのは服が、到達する人って書いて、まあ鬼を払って福が来る。まあこれなんか文字だけ見ると豆まきに近いのかなってちょっと思ったりもします。まああとね、香港では遊びだけではなくて社会的な意義も持っていて、このダースユヤンを通してね、家族や友人が集まってお互いの絆を深めるとか、一緒にね、家族一緒に、打ちに行くっていうこともあるらしいです。まあこのダースユヤン、年々ね、やる人も、やりに来る人も少なくなってるみたいなんですが、まあ、ちょうどね、やっぱコロナでですね、これできなくなっちゃったんですよね。そういうのもあってですね、随分とこう、どれぐらいやってなかったんだろう、わからないんですが、つい本当にね、つい最近復活したみたいです。なので、このコメントいただいてからですね、実はじゃあそれについてちょっと調べるかって思ったら、いきなり私がよく見るところのニュースにもね、出てきてですね、まあ概要欄の方にね、その様子載せておきますので、もし興味あれば見てもらえればと思うんですが、そんな感じですね。で、まあ、ようやく復活できたっていうことでですね、本当ここ数日の間に復活したようです。かなり長蛇の列ができるほどの参拝者が来ているということですね。さあ今年に入ってね、
これダースユーヤンのね、あの主なやつでですね、一番多いのがやっぱスユッサンっていうね、これはですねちょっとまた別に特定の人というわけではなくて、家族の健康とかですね、まあスユッサンの意味はなんか、小人が3人分のその紙を用意するんですけど、その3つはですね、なんか、老人、成人、子供みたいな感じの意味を持っているらしくて、まあ子供から年寄りまでのね健康を祈るというそんな感じのイメージかなと思います。あとはですね、あの夫の浮気相手とかが主に多かったとのことです。さあ気になるのはですね、まあ香港のこの状況ですから、香港の政府誰か打つのかなということですが、まあこのコロナでね、できなくなる前はですね、まあよく一番打たれてたのが、まあ、あのラムさんですね。で今回まあ再開してですね、今回まだ実は言うと新しい行政長官を打ちたいっていう人はいなかったとのことですね。まあただ大きい声では言えませんが、結構多くの人が警察を打ちに来ることが多かったっていうのが話に上がってました。ここでも上がってくる警察って、もう香港警察最悪ですよね。もういなくてもいいんじゃないかな。さて、この儀式をしにね、台湾から来られる人や中国本土から来る人もいるようで、最近ではですね、なんかリモートでも行ってるっていうのね、すごい話ですよね。さあということでですね、まあもし興味があればですね、もちろん頑張って話してみるのもいいと思います。なんかねおばさんに言われたら、しゅうさん、要は小に小さいに漢字の3ですね、それはまあ紙に書いて渡してもいいと思うんですけど、これでお願いしますみたいな感じすれば、あのおばさんやってくれると思います。金額いくらぐらいなんだろう、ちょっとすいません、金額まではね調べられなかったんですけど、おそらくね100ドルとかを渡せばいいのではないかなと私の中では思ってますとまあこんな感じでした。まあすごいね短い説明で、一夜漬けの知識なんでね、もっと詳しく誰かが説明しているものあるかもしれませんが、私のチャンネルではゆるっとこんな感じで説明させていただく形で終わりにさせていただきたいと思いますということで、このチャンネルでは、まあ、こういった、何らかのね香港のね気になることをね調査依頼していただけたら、私もできる限り調査してみますので、どしどし本当こういったコメントすごく嬉しいので、コメントいただけると嬉しいです。またね、この他にも香港で役立ちそうな情報を香港お役立ち情報としてね概要欄の方にも載せているので、そちらも合わせてお時間があれば見てもらえたら嬉しいです。ということで、本日ここまでさせていただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん良い一日を過ごしください。チョイキン、またね、バイバーイ。